キース・リチャーズ、キース・リチャーズ、キース・リチャーズ、1943年12月18日帯は、イギリスのロックミュージシャン、ギタリスト、ミック・ジャガー、ブライアン・ジョーンズと共にローリング・ストーンズを成した。ジャガー、リチャーズ名義で様々な楽曲を作りヒットさせている。また、ミックと彼は、グリーマー・ツインズ名義でプロデュースも行う。身長174センチメートル。 ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は第10位、2011年の改訂版では第4位。キース・リチャーズは1943年ケント州ダーートフォードで生まれる労働者階級出身。なお、ストーンズを労働者バンドと勘違いしているロックファンが多いが、ミックとブライアン・ジョーンズは中流階級出身である。 ローリングストーンズでデビューした時には、リチャードと名乗っていたが1978年に、本名のリチャーズに戻す。13歳の時に、母親からギターをプレゼントされ、以後ギターに熱中するようになる。ダートフォードテクニカルスクールに入学するが、高校となる。1960年、シドカップアートスクール在学中に幼い頃からの知り合いだった、ミック・ジャガーに再会。しかし、 それまでも互いに話すことはなくとも見かけることはあったという。ダートフォード駅にいたミックと再会した際、ミックがマディ・ウォーターズとチャックベリーのレコードを所持していたとの伝説もあるがこのエピソードには真偽に疑問も投げかけられている。彼らはお互いにロックンロールや R&B に興味があることを知り、バンドを結成する。こうしてミックと共に当時面白いことが起きつつあるってことを知ったんだという。 キースはロンドン移り住んだ。1962年、そこでブライアン・ジョーンズと出会い、ロンドンの外れのエディス・グローブにミックとブライアンと3人で暮らすようになる。同年ブルースや R&B のコピーバンドとしてローリングストーンズを指導させる。やがてベースにビル・ワイマン、ドラムにチャーリー・ワッツを加えて、1963年シングルカム・オンでローリングストーンズはデビューする。 この際にキースはファミリーネームを複数形のリチャードからリチャードへ変えている。これはマネージャーだったアンドリュー・オール・ダムのアイデアでリトル・リチャードやクリフ・リチャードと同じくすることでよりポップスターらしくするためだったという。当初カバーバンドとしてスタートしたストーンズだったがアンドリューの方針でキースはミックと共にオリジナル曲の作曲をスタートさせる。 ロック史に残るソングライティングチーム、ジャガー、リチャーズの誕生である。やがてこのソングライティングチームは、多くのヒット曲を連発し、キースは、ミックと並ぶストーンズの顔となる。1969年、初期のリーダー格だったブライアン・ジョーンズの脱退、死去に伴い、それは、決定的となる。1967年に初めてドラッグの、家宅捜査を受けて、 検挙されてから約10年間、ドラッグによるトラブルが絶えなかったが、この家宅捜査についてはいくつかの疑問が残されていて、キース自身も記憶にないヘロインが自分の家から出てきたんだと発言していて、これについては MI5 や FBI の仕組んだものだとも言われている。そうした中、1977年、トロントで麻薬売買の容疑で逮捕されてからは本格的に、 ドラッグ中毒の治療に乗り出し、ついにはクリーンアップに成功する。また、1978年12月には、ソロ名義でシングル、ハーダーゼイカム、ランルドル・フラン、前者はジミー・クリフの、後者はチャック・ベリーの、それぞれカバーをリリースしている。こうして、ドラッグから立ち直った、キースだが、1980年代に入ってミックとの、圧力が、 徐々に表面化し始める。アルバム、アンダーカバーをリリース後、ミックが本格的にソロ活動を行い始めたことが一因となっている。キースにとってはストーンズが活動の中心であったため、こうしたミックの活動に我慢ができなくなっていった。さらに不運が続き、メンバーたちの中を取り持っていたヤン・スチュワートが死去。このために圧力が激化したがいに、 歯止めが効かなくなっていったことで、80年代半ば、ストーンズは解散の危機を迎えた。そんなバンドの状態の中、1986年には、ダーティワークを発表した。この作品は、ほぼ全編にわたって、キース主導のもと制作されたことが強く影響している、ことから、キースのアルバムと呼ばれることもある。同作品の最後には、 キースのアイディアで1985年12月に亡くなったスチュワートへの追悼の意味も込めて彼の引くキート・ハイウェイが隠しトラックとして収められている。またこの頃、キースは憧れているチャックベリーの還暦を祝うこと、影響を与えたことによる感謝の意味を込めてチックのドキュメンタリー映画を制作。キース自身がプロデューサーとなりながら長年のノウハウを用いて チャッッククのバックに勤めている。この映画は、ヘール、ヘール、ロックンロールとして1986年に公開され、翌1987年のナショナルボードオブ、デビュー賞ドキュメンタリー映画賞に見事輝いている。この映画によるセッションがきっかけで、ついにキースはこのバンドで組んだドラマー、スティーブ・ジョーダンと共にソロプロジェクトを立ち上げた。これはメンバー中、 最も遅い本格的なソロ活動となった。キース・リチャーズエクスペンシブ・ワイノーズとして活動を始めたキースは1988年にアルバムトーク・イズ・チープをリースし数は多くないながらもツアーも行っている。アルバムではキースのリーダー作という雰囲気が全編にわたって感じられる仕上がりとなっているがプロデュースの名義にはジョーダンの名も挙げられている。 ジョーダンは後にこのことについて、キースが曲から歌詞まで全部やると思ってたのに、アイデアを求められたんだと発言している。ちなみに、エクスペンシブワイノーズとは、飲んだくれという意味で、レコーディング中に高級な酒ばかりを飲んでいたことに由来し、キースらしいジョーク混じりの意味に転じたもの。1989年になると、各自で行っていた活動に変化が訪れた。 ロンウッドによる提案で、キースはミックと対面し、リラックスムードの中ストーンズの活動について話し合う機会を得た。そこでは、自然と新たな曲作りが行われ始めたとのことで、一気にレコーディングという流れになっていったという。こうして新作、スティール・ホイールズをリリースし、同時に大規模なワールドツアーを行うことも発表された。この中には、日本での公演も含まれていた。 こうして、無事にツアーを終了させたキースは、再び自身のバンドである、エクスペンシブ・ワイノーズを開始させ、1992年にアルバム、メイン・オフェンダー主犯をリリースした。このアルバムを引っさげて、ワイノーズは一部のヨーロッパと南米地域だけでツアーを行った。このツアーでは、先のストーンズとして行ったツアーの成功に伴う部分が大きかったが、いくつかの公演では、 スタジアムも使われ、これを成功させている。ワイノーズの活動と前後して、ストーンズのベーシストであるビル・ワイマンがストーンズを脱退する。このためキースは新たにバンドのベーシストのオーディションを行わなくてはならなくな。このオーディションの結果、ダリル・ジョーンズがストーンズの新しいベーシストに決定したが、正式なメンバーではなく、サポートメンバーとしての採用だった。 同時にそのまま新曲のレコーディングが決まり、1994年にはブルーラウンジとして発売され前回同様大規模なツアーが行われた。以降キースはストーンズとして活動を行うためにソロプロジェクトは行っていない。21世紀を迎えた現在、幾多の困難を乗り切り自身70歳を過ぎたにもかかわらずローリングストーンズを世界最高のロックバンドとして牽引し続けている。 2015年9月23年ぶりの新作ソロアルバムクロスアイドハートを発表し前衛アルバムチャートではソロアルバムとしては自己最高の7位アメリカのビルボード200でも自己最高の11位を記録したロックミュージックが不良の音楽と呼ばれそのイメージの代表格であるローリングストーンズにおいてミック・ジャガーと共にストーンズの音楽性の柱であるキースは 同時に不良のイメージの柱でもある。口実するドラッグ問題に代表されるキースの無放射的イメージはロックンロールの一つのアイコンとして語られることもしばしばである。しかし、ドラマーのチャーリー・ワッツによれば、キースはどちらかといえば無口で内向的な人間なのだという。また、実際に会った人々、インタビュアーやコメンテーターも含むによれば、聞かざらない。 人間味あふれた人物であるという。悲しみに暮れたエリック・クラプトンに手紙を送ったことも、あるた、口述。2011年には、イギリス・ワイト島にある、エンジェルラジオというラジオ局のトラスミッターが損傷し、直すのに資金がないということを知って会計士を通じて、その資金を提供したという。エンジェルラジオはリスナーからの寄付によって、経営されているため、 設備費についても同様のことである。後に、同ラジオ局は BBC のインタビューに、キースからの寄付と知って心臓が止まりそうになったと語っていて、残った資金はライセンス料の支払いに回すことができたといったことなどはそれを示したエピソードである。2011年に東日本大震災が発生した際は、日本の惨状に非常に心を痛めたという。彼はすぐに、 自身のホームページにメッセージを掲載し、数量限定で T シャツを販売、その収益を被災者支援に充てるといった行動を取っている。また、大変なヘビースモーカーでもある。キースは、バンドメイトであるロンのアルコール問題について、質問された際、酒はやめられてもタバコはやめられないと発言した。インタビュー中や、プライベートな映像の中でも喫煙しながらそれらに、 応じている姿が見られ、多くのライブ映像などでも演奏中にタバコを吸いながらプレイしているのが確認できる。70年代にはドラッグを頻繁に摂取していたことで、ジャンキーとなっていたが、70年代末にクリーンアップに成功して、以降もタバコだけは現在においても頻繁に吸っている。後日のジョニー・デップとの映画出演の際も撮影現場で喫煙し、 芝叩く間に数本が灰皿にうずもれたという。2006年には、ア・ビガーバンツアーで行われたスコットランド公演にて、ステージで喫煙し、在、当局より罰金を科せられる可能性があると、警告されたこともある。スコットランドでは、近年の世界的な禁煙傾向の高まりを受けて、条例によって、公共の場での喫煙は罰則を受けることになっているため、 ステージでのパフォーマンスも意識した、キースの喫煙が適用されるかが焦点だった。しかし、ステージは条例的要害として罰則が与えられることはなかった。ミック・ジャガーがビジネスマンとしての才覚も持ち、音楽的にも最新の音にも目を配る鋭敏さと抜け目無さを持ち合わせているのに対し、キースはあくまでバンドマンとして演奏することに心血注ぐ姿勢を貫いており、 打ち込み等を多用した流行の音にも背を向け、あくまでブルースやレゲエといった生身の人間によるグルーブにこだわる姿勢を見せている。しかし、最新のサウンドに全く興味がないわけではなく、MXR 社が新型エフェクターであるフェイザーを先駆けて販売した際、アルバム、女たちで、その特性上作成可能な4種類全てのサウンドを、ち早く使用している。 80年代以降は、ミックとキースのこの正反対の性格が、時として、両者の対立も生んでいるが、この二つの個性のぶつかりがあってこそ、ストーンズは存続しているのである。眠らない男としても有名である。アルバム、メインストリートのならず者の,のレコーディング時には、9日間、一睡もしなかった時があったという。このエピソードについてキースは、 スタジオで仕事をし続けていたら、思ったよりも時間が経っていたという程度の認識しか持っておらず、まさか一週間以上も経過していたとは思わなかったといまた、この時最も長く付き合ってくれたのがチャーリーだったとも語っている。こうしたエピソードなどから、チャーリー・ワッツの人柄とドラムに対して絶大な信頼を寄せている。パイレーツ・オブ・カリビアン、呪われた海賊たちの主演。 ジョニー・デップは、主人公のジャック・スパロー船長はキースをイメージして、演じた、と公言している。これは、海賊は反逆者であり、反逆者といえば、象徴になるのは、ロックミュージシャンだということから着想を得たのだという。なお、キース自身も2007年、シリーズ3作目、パイレーツ・オブ・カリビアン、ワールド・エンドで、ジャック・スパローの父親、ティーグ役として出演し、 ギターを弾く姿を見ることができる。ちなみに、ミックとの関係が悪化していた時期には、頻繁に映画出演を繰り返していた。彼に苦言を呈する意味で、自分は映画出演なんかしないと宣言したこともあった。そもそも、二作目にオファーされた時は断っており、この出演は、ジョニーの熱望で実現したものである。なお、ジョニーデップによるトキースは出演したシーンは、 すべて2テイクで撮っており、キースが帰った後に、キースは2テイクの男なんだと嬉しそうにインタビューで語っている。このティーグ役はハマり役だとして、映画ファンからも好評を得た。これを受けてキースは、同シリーズ4作目にあたる、パイレーツ・オブ・カリビアン、生命の泉にも、同キャラクターとして再出演することにつながった。さらに、5作目が制作されることになれば、 再びこの役で出演するだろうとも語っている。またキースはエリック・クラプトンやジョージ・ハリスンとは互いにブラザーと呼ぶ仲である。特にクラプトンとは仲が良く、これまでストーンズのステージにクラプトンがゲスト出演した子があるが、これはキースからの呼びかけだという。クラプトンとは互いの音楽的趣味やライフスタイルが似ている点などがそうさせた要因でもある。 1991年には、クラプトンの息子が、転落死するという悲劇が起こった際、クラプトンの元には、親族や友人含め多くの人物が彼を訪ねて、来たが、キースはあえて愛には行かず、クラプトンに対して、追悼手紙を出している。これはキースも、また、生後感もない息子を失った経験があることによる、ためである。詳しくは後日、キースは、 麻薬常習によって幾度となく逮捕、起訴されている。特に1970年代の麻薬中毒者としてのイメージがあまりにも強烈なため、キースはロック界のジャンキーの代表人物として語られる子が多く何年にもわたり、次に最も早くドラッグで死にそうなロックスターと呼ばれ、そのジャンキーぶりにはクリーンアップに成功した後も長く生きられないのでは、 ないかという疑念も持たることもあり、キースは50歳までに死んでいるだろうとも言われたことも、ある。また、猫を飼わずだと思い勝っていたことがあるという。キースの麻薬中毒期の伝説の一つに、キースは、ドラッグ治療の一環として、全身の血液をすべて交換してもらったという、有名な逸話がある。だがこれはつらかった治療を語るのが嫌で、どうやって、ドラッグを断ったのか。 の質問に血液を入れ替えたんだと嘘をついたと、後に本人が血液の交換は作り話だったことを語る。しかし、周囲の人間からは血液交換の事実を認める証言も多く、未だ真相は謎のままである。また、血液を入れ替えた直後に、これでまた麻薬が打てると言ったと言われている。1977年3月には、 カナダのトロントで、キバ警官隊によって、夫人のアニタ・バレンバーグと共に、ヘロインの不法所持で逮捕された。この逮捕により、7年の懲役刑が予想され、終身刑の可能性も危ぶまれ、ストーンズの存続の最大級危機に見舞われたが、盲人のためのチャリティーコンサートを行う条件で、無罪判決となった。この判決は、キースが当時面倒を見ていた、ストーンズファンの盲目の少女が、 ハンジの家に赴き、キースを刑務所行きにしないよう懇願したためであると言われている。この事件を機にキースは本格的に麻薬中毒の治療に乗り出し、麻薬から手を切ることに成功した。彼は二度と逮捕されることがないようにと手錠に似た。ブレスレットをはめ、指には骨の指輪をつけている。2007年に雑誌のインタビューで父親の遺体をコカインと混ぜて吸ったと発言し、 物議を醸したが、この発言はジョークだったと撤回。ロックスターの生き字引きのようなケースであるが、女性関係については、同じストーンズのメンバーであるミックや、ビルワイマンなどのような派手な女性関係は、あまりない。オリジナルメンバーの中では最も遅い、結婚であっただけでなく、ストーンズデビュー前に、ガールフレンドと別れてからは、アニタ・バレンバーグとの関係が始まるまで恋人らしい。 人間の関係はなった。1967年、キースは当初ブライアン・ジョーンズの恋人だったアニタ・パレンバーグと付き合い始めた。これはドラッグなどの問題から精神的に追い詰められつつ、会ったブライアンがたびたび力的になっていたのを見かねて、キースが彼女の相談に乗るようになったことがきっかけだったという。二人は正式な結婚は結ばなかったが、約10年という長期にわたって、 事実婚という形で生活を手おり、二人の間には、長男マーロン及び長女ダンデライオン、後にアンジェラと改名、1976年には、次男タラを設けている。しかしタラは、生後二ヶ月余りで、ベビーベッドで窒息死するという悲劇に見舞われている。この不幸がきっかけで、二人は逃げるようにドラッグへの依存が、深刻化し麻薬中毒の悪化が進んだ。しかし、 前述のようにキースは麻薬から手を引くことを決意し本格的な治療に乗り出したが、アニタはなかなか治療が進まず、1979年にはキースの自宅でアニタが連れ込んだ17歳の少年がアニタの目の前で拳銃自殺をした事件を境に二人は決定的に破局を迎える。ちなみに、ストーンズの楽曲にもあるダンデライオンとはタンポポの意。 1983年に、モデルのパティハンセンと再婚し二人の子供、セオドーラとアレクサンドラを授かり、現在は四児の父親である。また、キースとの肉体的な関係があったわけではないが、後に60年代に、ミックの恋人であった、マリアンヌ・フェイスフルは、キースと付き合いたかったが、キースからミックと付き合った方がためになると言われたため、ミックと付き合うようになったと発言している。 彼のギターの演奏スタイルは、ストーンズの変化と共に発展した。ブライアン・ジョーンズ在籍時には、リードギターを担当することが多く、スライドギターに関してはブライアンがリードターを担当した。この当時は、チャックベリーの影響を大きく受けたスタイルで演奏している。デビュー当初からしばらくは、彼のギターは、チャックベリーやブルースのコピーの域を超えないのであったが、ジャガー・リチャーズ名義で、 オリジナル曲を作曲するようになってからは、サティスファクションなどで、キャッチーなリフを生み出すようになる。しかし、彼が、本当の意味で、自身のギタースタイルを確立するのは、1960年代後期からで、ある。1966から67年頃、ストーンズは、当時流行していた、サイケデリックロック路線の影響を受け、ルーツであるブルースから最も遠ざかっていた時期である。 さらにミック、キース、ブライアンのドラッグによる逮捕、それに伴うブライアンのバンド内での求心力の消失により、ツアー活動も停滞を余儀なくされていた。この空白期間を利用して、キースは再度、自身のブルースのレコードコレクションを聞きすなどり、いわゆる戦前、ブルースの研究に没頭した。そして、当時のブルースマンのギター奏法の特徴であった。 オープンチューニングを自身のギターに取り入れていった。そしてその成果は、1968年のヒットシングル、ジャンピン・ジャック・ラッシュとアルバム、ベガーズ・バンケットに結実した。その一方で、同時期には、いわゆるチョーキング・ビブラートを聴かせたギターソロへの関心もあったようで、アルバム、ビトウィーン・ザ・バトンズあたりでは、その手のプレイに果敢にトライし、翌1968年のアルバム、 ベガーズバンケットでの悪魔を憐れむ歌の感想では見事なまでのチョーキングビブラートを聴かせたギターソロを披露している当初エリック・クラプトンによるものと噂されていた。そしてこの頃アメリカのカントリーロックのパイオニアグラム・パーソンズとの交流さらにアルバムレッド・イット・ブリードのセッションに参加したライクダーのスライドギー奏法の影響を強く受けこの時期に オープン G チューニングを取り入れるライクーダーはキースに盗まれたと主張している。オープン G チューニングは6弦から DGDGBD にチューニングし、やがてキースはコードを指一本で押さえる際に6弦が邪魔だという理由で6弦を外した。これはバンジョーの一般的なチューニングと同じである。やがてこれが彼のトレードマークとなり、ホンキートンクウィメン、ブラウンシュガー、 スタートミーアップなどといった数多くのヒット曲がこのオープン G チューニングから生まれた。1969年ブライアンの脱退によりミック・テイラーがセカンドギタリストとして加入するとギターソロはほとんどテクニシャンのテイラーに任せ自身はリズムに徹するようになる。彼が史上最高のリズムギタリストの異名を取るようになるのはこの頃からで テイラー在籍時の1970年代初頭において完全に自身のギタースタイルを確立する。他のギタリストと比べた、キースの特徴的な奏法の特徴の一つとして、給付の入れ方が挙げられる。多くのギタリストがオルタネートピッキングを基調とするコードストロークの延長線上でリフやキングフレーズを弾くが、キースはその独特のピッキングスタイルとして、 コードストロークを入れずに右腕を宙に浮かせる挙動をたびたび行う様が観察できる。彼の演奏が生み出す休符のバリエーションが一見単調に聞こえがちなリフに多彩なバリエーションを与えている。1974年テイラーが脱退し、ロンウッドが参加してからは自身と似たギタースタイルのロンとどちらがリードでどちらがリズムとも言えない独特の絡みを聞かせているが時に 自分でも、ロンとどちらのギターなのかわからなくなるとも語っており、それはライブで特に顕著になるという、いわゆるスーパーギタリスト的なテクニックは持ち合わせておらず、少なくとも現在のレベルから考えれば決して上手いとは言い,い、硬いが単に技術の工芸だけでは語れない、キース・リチャーズとしてのギタースタイルが、ストーンズサウンドの核であり、キースなしでは、ストーンズは存在し得ない。 そのスタイルは多くのギタリストに影響を与え続けている。デビュー以来様々なギターを使用しており、60年代では主にギブソンやエピフォン等を使用していたが、最も代表的な機種は70年代から使用され始めたフェンダーテレキャスターである。前述の語源オープン G チューニングはほとんどテレキャスターで用いられている。また、ソロアルバム、 トークイズチープでの活動及び1989から1990年のスティールホイールズツアーでは本人曰く久しぶりにグッとくるギターに出会った大抵のギターは何かしら自分で手を加えちまうけどこのギターはそのままで素晴らしいと語るメーカーから提供されたミュージックマンシルエットをレギュラーチューニングでのメインギターとして使用した現在でレギュラーチューニングの楽曲では ギブソンの ES-335 等を主に使用している。一部の楽曲では、ベース、ピアノ、キーボード等も弾いている。さきの、悪魔は哀れむ、歌のセッションでもキースがベースを演奏して、本来のベーシストであるビル・ワイマンが、パーカッションを演奏している姿が、映画、ワン、プラスワンの一シーンで垣間見られる。また、最近は、ボーカリストとしての評価も高い。 ミックとはまた違ったハスキーボイスというよりも彼の場合は枯れたと表現する方が正しいは非常に個性的である。デビュー当時は線が細めのキーの高い声でその声はコーラスワークで多用されたが70年代後期から性質が変わっていき。 つぶれたドスの効いた声に変貌した、しかしなが彼のハイトーンが生かされた、ハッピーは未だコンサートでの定番曲である。その分に声に味が出ていると言える。特にバラードにおいては他の追随を許さない渋い味わいを醸し出している。近年ではミックの休憩も兼ねてライブの中盤にキースが2曲ボーカルを取るのが定番になっているが、 この際の選曲の妙でファンも沸かせることもままある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。